アストン・ウィラ・カブンド・トゥリー・イックス・ウィッチリーズ・ミドルズ・ブラ、ノーリッチの・ノッティンガム・フォレスト・シェフィールド、ユー・シェフィールド・ウェンズ・デイ・サウサンプトン・ FA、プレミアリーグ1992・93のクラブ、本拠地アーセナル・チェルシー・クリスタル・パレス、QPR ・トッテナム・インブルドン・ FA、プレミアリーグ1992・93のクラブ、本拠地ブラックバーン・エバートン、 リバプール・オルダム・マンシティ・マン・ユトド・プレミアリーグ1992-93のクラブ本拠地 FA、プレミアリーグ1992から93シーズンはプレミアシップの最初のシーズンである。1992年8月15日に開幕し、1993年5月11日に閉幕した。A フットボールリーグのディビジョン1に所属していたクラブすべてが離脱して、 FA プレミアリーグが設立された。マンチェスターユナイテッド FC が初優勝を果たした。同シーズンのフットボールリーグについては、フットボールリーグ1992から93を参照のこと。各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利がセーラン、敗戦が赤ラン、引き分けがコーラン。ありがとうございます。